ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。1月28日木曜日、マジ文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬慶奈です。本日も重賞出走予定馬より調教推奨馬を挙げさせていただきます。題して、慶奈の調教推奨馬。まずは今週1月27日水曜日の立冬美穂の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立冬から。私が見た時計では6波論80秒台を切ってくる子が今週もいました。馬場状態は不良となりましたが、しっかり追ってる子は時計を出せています。販路では1番時計は4波論50秒4で馬場状態が主でした。続いて美穂です。南ウッドは馬場状態がやや重、5波論64秒台の時計を出している子も何頭かいました。最後に販路です。販路は今週も50秒台を切る子はいませんでした。馬場状態はやや重で、1番時計は4波論50秒9でした。よければ参考にしてみてください。まずは日曜日、中京競馬場で行われるシルクロードステークスより、1頭目は迫力あるフットワークで駆け上がる、こちら、ライトオンキューです。はい。一周前追い切りでは立冬ハンドで4波論52秒3、ラスト1波論が11秒9をマークし、古川騎手のステッキが軽く入るとさらに素晴らしい伸びを見せました。最終追い切りでも4波論51秒8、ラスト1波論が12秒1をマーク。もともと時計を出すタイプですが、3周前は4波論49秒6もマークしていたり、しっかり追走先着の内容、スピードと勢いは楽しみなものがあります。続きまして2投目は、馬体を大きく見せる軽快なフットワーク、こちら、ラウダシオンです。はい。1周前追い切りではシーウッドで6波論81秒2、ラスト1波論が11秒9をマークし、放送時のように外目を息の入った走りで目を引きました。最終追い切りも外目を駆け抜け、より引き締まった印象を持ちましたし、自ら神を取って動くようなフットワークでした。巻き返しに期待したいです。続きまして、東京競馬場で行われるネギチステークスより、1頭目は仕上がり良好、こちら、レッドルゼルです。はい。最終追い切りは4波論55秒0、ラスト1波論が12秒2をマークし、まっすぐ馬乗りで駆け上がってくる姿は前駆の伸びやかさを含めスタイリッシュな動きでした。1周前2周前も4波論51秒台をマークする高度計でした。楽しみです。続きまして2投目は、販路高度ゲージは見逃せない、こちら、ステルビオです。はい。最終追い切りは美穂販路で4波論52秒7、ラスト1波論が12秒2をマーク。ラスト1波論にかけて自然と加速していく姿はさすが G1 馬と思わせました。また調整時に販路で4波論52秒台もしくはそれよりも早い時計をマークしている際、1111と着外だったのは大阪杯挑戦時のみで、マイルチャンピオンシップ勝利時なども販路では高時計をマークでした。初ダートとなりますが、いい走りが見たいです。そして最後の1頭は、自己ベスト級の時計マークで挑む、こちら、スマートセラビーです。はい。最終追い切りは立冬ハンドで4波論51秒7、ラスト1波論が12秒2をマークし、外目を駆け上がってくる姿は好印象でした。1周前も4波論51秒8、ラスト1波論が12秒5をマークで、2周続けて馬なりで自己ベスト級の高度計。以前マークしていた自己ベストがいっぱいに追われてのものでしたから、状態の良さと見て期待してみたいです。ということで、今週もみんな無事に競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。